はい、どうも、ありがとうございます。本日は、4月21日に来たレジェンダリー3人使って試合の方行きたいと思います。まず、グティですね。チャンスメーカーで、逆足高い、最高、そしてコンディション普通。はい、こんな感じで、レベマです。はい、で、レベマにした内容としては、まず、ショートカウンター今使ってるので、ショートカウンターを95まで上げた。のと、あとはまあ攻撃的なところ、まあもしかしたら今後 CF やる可能性もあるのかなっていったところで、オフェ戦のところと、あとは決定力もちょこっと上げたりとか、まああとはドリブルみたいな、まあ攻撃的なね能力を基本的に上げております。はい、そして2人目、グアルディオラですね。グアルディオラこんな感じの能力です。配信でね、使ったんですけど、その時ね、チームスタイルね、60とかで使ってたみたいで、すごい弱く感じたんですね。なんで今日もう一回再確認してみたいなと思います、試合で。はい。まあ、とにかくパス能力が高い選手ですね。で、プレイメーカーです。で、オムフがないので、確実にプレイメーカーを発動させなきゃいけないっていうのが、ちょっとね、あんまりかなと思います。はい。続きまして、シャビ。で、この点ね、シャビはね、OMF できるので、OMF になると、プレイメーカー発動しないんですよ。なので、無印 OMF になるので、これがいいと、いった感じですね。まあ、フィジカルはないけど、足元めちゃめちゃうまいよっていう感じ。まあ、スピシも75、76なんですけど、遅く感じないね、あんまり。で、ダブルタッチあって、ワンタッチパスあって、スルーパスあると、いった感じですね。逆足振動低いの、逆足精度が普通なのがちょっとね、意外だなっていう感じでした。といったところで今日はこの3人使っていきます。グアルディオラは高い高い小さいですね。はい。それでは試合の方に行きたいと思います。こういう動画久しぶり。気持ちいい。はい、といったところで、ポメこんな感じで今やってます。グッティが普通ということで、てっぺんで使いたいと思います。僕ショートカウンターでやってます。ベッカム絶頂使いたいけど、まあ、いっか。まあ、グッティ普通、シャビ普通、グアルディオラ好調ですね。はい、まあ、ベンチこんな感じです。はい。で、戦術が一応ディフェンシブサイドバックとラインダウンをビエラに入れてます。はい。ここの中盤の位置ですね。もう、攻守に渡って頑張ってほしいといったところでございます。それでは試合の方行きましょう。グッティ CF やれるかな？はい、ということで、こちらホームですね。やっていきましょう。よろしくお願いします。グッティさん。からバリオス最初のこのキックオフのなんかカメラワークもマジで慣れない未だに。さあアラバから、さあここでグアルディオラしっかり受けに来るポジショニング。はい、グティのワンパー、いや惜しい。あの辺のワンパーでフリクションがこうすらす感じいいよね。多分グティかなりパスもできるし、でワンパーとかもあるもんね。だからこの辺はいいかなと思います。かなりてかすごい下のレーダー見づら、色が非常に見づらいです。 OK、 いや久しぶりですねこういう動画。あ、いいね、グッティちゃん。はい、グッティちゃん。さあ、うお、ベルディユニが似合わない。なんとグッティベルディユニ似合わない。きた、早速なんだろう、コントロールシュートを打つ、今コントロールシュートだったんですけど、打つ時のなんか絶大なる信頼があった今彼に。フォワードあるなやっぱ。まあウィーレの時もね結構フォワード強いねって言われてたんですよね、グティは。あー相手ボール。なのでまあ今作もね普通にワンパでグインですよ。まああと足元ある選手が結構強い系になってるので、今作全然ぶち抜け感はないけどいいのかもしれないね。まあ、特に今後ろセンターバックがみんなそんな強い環境じゃないからさ、結構いいのかも。あー、それじゃない、シャビに出してほしかった。あとはねシャビがめちゃめちゃ、僕シャビ激推ししてるんで今、シャビが超使いやすいので、シャビのいいところも見せていきたい。ナイスマッチアップ。あー取られる、ナイスビエラ。あーあー、それすらすのやめて。マッチアップ、ナイス、取り切る、無理か、前からはめちゃったな結構、これまずい、ちょっと崩れてる、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、多分今インパクトシュート狙いだったかな相手。ちょっと下のレーダーが色合いがちょっと本当に見づらいですね。やばい、やばーばーばー、危ね、ちょっと落ち着いていこう。下のレーダー本当に見づらい。
今手前にこっちチームいると思ったんだけど、やば、危ない。 OKOKOK、 ここは見えた。今グアルディオラ、グアルディオラもっと受けに来てよ、後ろきついんだから今。さあワンツーで抜け出していくグアルディオラさん。はいはい、ロマリオ、いやー無理か。 OKOK、 OK、 はい、グアルディオラから、はい、ビエラ、シャビには通らない。 OKOKOK、 ナイス、バリオス、バリオス最強。あ、相手は、あ、やばい、裏。 OKOK、 耐えた。これもうシビ、あ、シビ生かしちゃってるよそれ、気をつけて。ナイス、はい、ナイス、シャビ、これワンツー、これシンプル、あー無理か、ダイレ、ナイス、はい、これ来た、来たでしょ。いや、シャビの臭いパス、また CB 出した。ちょ、 CB 出すとこうなるから、皆さん本当に CB は出さない方がいい。マジかよ、危ね。カンセロ、カンセロマジ最高、シャビ使いやす。はい、ナイス。なんか小回り効くんよね。ただビエラのちょっとフィジカルは怖い。うん、どうしよう。あ、いいため、いや、グッディまでプレス、オッケー。あ、今のいい、いいチームプレスだった。ちょっと CB のチームプレスは勇気が必要だけど。ナイスワンパ。はい、もう一回。グッティちゃん、いや惜しい、ナイディすぎ相手。ロマリオ頑張れ、ロマリオ頑張れ、そこナイス。チョップタッチ、グイーン、いける、もう一個、無理か。オッケー、マイボ、マイボ、マイボ。よし、ヒューちゃんコーナーやっちゃう、これか、シャビか、グッティキッカーにして、ピョーン、あー当たるか、ちょっとグッティにカーソル合わない、やべやべやべ、集中、はい、ナイス、ロベカル、いや、いや、ちょっと邪魔しないでよ、誰、グアルディオラ今邪魔したの。ナイス、ナイス、マッチアップ。いや、なぜロマーリオに行かない、それカーソル、はい、グアルディオラ、オッケー、はい、ロマーリオで、こう外行って、ここにシャビがいますよ。もうここからはダブルタッチゲーです。あっやばい、それも取り切ってるよね今のも。あれ結構ストレス取り切ってるのにっていう。はい、オッケーオッケーオッケー、これもう0分シンプル、オッケーオッケーオッケー。まあ、グッディの動き出しはさ普通にいいね。まあ多分これポゼッションの戦術使ってる人とか多分落ちてきちゃったりすると思うんですけど、ショートカウンターとか使ってる人だったらこれグッディ全然裏抜けしてくれますわ今んとこ。全然いい、で足元あって、まあそんな今スピシュン、まあなんか押し込んでる展開だからかスピシュンも気になってない展開になってますね。ファール、オッケーオッケー。あ、ちょっとグアルディオラが全然目立ってないかな。いい中継役になってる可能性はあるけど、まあなんか自分でこう目立つっていうねタイプじゃないと思うので、ボールを運んでとか、ただ決定的なパスは最後仕事してほしいですよね。まあこの辺プレーメーカーはこうビエラが上がったりとかボランチ上がったところのスペース埋めてくれるみたいなこともしてくれてるのであればとても良い。シャビさん、ちょっとデヨング強いなそれ。お、それ通る、うわ草、あぶね、おお危ない、もちょっと予想外のところにパスが通りましたね。さあこれクロスラン、うわーそれ取られるの結構きついな、フラケア、オッケー、ナイス守備、マッチアップ、オッケー、先触るよちゃんと、オッケー。さあグアルディオラチョップタッチでもう仕掛けていこう、これこれ、いややっぱお呪いな、重い、あグアルディオラ重いっすね、なった時はやっぱほんと中盤でパス出す役だわ。なんか自分で持ち運ぶとかこれできないな、なんかうわ重い、
グアルディオラは正直いりません枠だな、これ、やっぱり。で、ダブルタッチも持ってないんだもんね。厳しいよね、なかなか。OK? いや、マジか。あ、インパクトシュート来る。うわぁ、マジか、プジョルでシュートコース入ってたと思うんだけどな、今。さあ、いい展開になってきた。ちょっと、ファール。OKOKOK。退場、退場。さあ、選手交代していくか。ちょっと、グアルディオラはもう見切りつけてもいいレベルですね、個人的には。グッディ、シャビ、グッティに関してはちょっと調子がね、もっと絶好調の時にも見てみたいっていう感じはある。アラスカエとオムフでちょっと攻撃的に1点先取り行こう。 OK、 アラスカエタは今週マジでスパサブ強いので使ってください。さあ、ロベカル抜けない。てかデヨング強すぎ。これ絶対あのフューチャーデヨングだろ。アラスカエタいいね。アラスカエタいいね。はい、アラスカエタからグッディ。あ、コントロール落ちる。え？完璧なパスだったけど。負傷したわ今。くるぶしコントローラーが落ちた。グッディさん。いいよ。ロマちゃん、ロマリオ。あ、よ、誰だあれ。ナイス、アラスカエタマジバケモン。取ってない人はぜひ。取れそう。あ、くそ。あ、ぶっちゃん。あー、惜しい。サイドバックは行かせていい。OK、ナイス守備、いい守備。あ、ナイスワンパ。さあ、グティ足元、うわ、足長、誰あれ。アラバかな。やっぱアラバ強いな。取りたい。くそ、今取りたかったな。アラバナイス。こっちのアラバも最強よ。ラブチからのスルーパス。神。あ、一人行きたい、一人行きたい、一人行きたいけど、ここはちょっと我慢の時間帯。オッケー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 、我慢の時間帯。オッケーオッケーオッケー、対応できてる。出していい、一人。ナイス守備。いやー、取りきれない。 OK。 キーパー、キーパー何してます。前棒だよね、さすがに。 OKOKOK、 ちょっとアラスカエタ側行きたい、なるべくこの時間帯。ロベルト・カルロス、足元ロマーリオ、グーティー、いい動き、シャビ。いやー、ちょっと出せなかったか。グッティ体力持つな、意外と。まあ、若干上げたっけな、体力。体力が低いイメージだったけど。フォワードだとって感じか。あ、いやー、最後のところのマッチアップしっかりしとんな、相手。ラストパスがさ、通りそうで通らない。でもグッティマジでいいな、普通に。グッティ CF ありだな。さあ、もう一枚変えれるよね。シャビとビエラがちょっとやばい。やばばばいなので、どうしよっかな。トラオレ入れるか。サイドに開かせて、ちょっと攻撃的に点取り行こう。e フットボール初の試合動画なので、ウィーレの時はこういう動画いっぱい出してたんですけど、あ、あとね、あの、仕事が忙しくない時は字幕入れたり、カット割りちゃんとやるんですけど、ちょっと仕事忙しいなって時はもう垂れ流し動画になります。はい、その辺ちょっと、あ、今日はラジオ感覚で見る動画だなみたいなのと、今日しっかりあの要点だけまとめてる動画だなっていうのは、ね、ぜひ判断していただけると嬉しいです、今後。はい、でチャンネル登録もね、ぜひしてない方はよろしくお願いします。いや、勝つぞ。チャンネル登録お願いします言った試合で負けたらバカダサいからね。あ、ギュッこういうことなんよ。やっぱ自分にプレッシャーをかけることが大事。
そうするとやっぱりこうやって結果がついてくるのよ。ああ。大事だな。いや、ちょっと大丈夫そう、それ。大丈夫そうか、それ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。オフサイ、よし。危ねえ。危な。ベルカンプの根下怖っ。トラオレ走らせたいな。あ、大丈夫それ。危な。ちょっと焦った、今。カンセロさん、ワンツー、チャビ、グッティのワンパー、素晴らしいパス。もうこっからはトラオレ劇場。あー、全然ダメだ。いや、ナイスチャビ。これぶち抜ける中。あー、オッケー。ナイスコーナー。この時間帯でここでコーナー取れるのはマジでいい。もう全下げで、トラオレにもパス。あー、あ、アラスカエタ取れます。サイドでいいよ。はい、ナイスシューキャン。インパクトクロスからのグッティ。いやー、惜しい。シャビは本当にいいわ。今日はちょっとまあそれなりの使用感しかお見せできなかったけど、もっとねゴールに絡む活躍を見せたかったんですけど、本当にシャビパスも上手くてドリブルもできて、でなんかまあスピシュンそんなにないんだけど、ちょこちょこ動き回れるって感じで。最後までご視聴ありがとうございました。こういった動画もね、私ヒューが出しております。eフットボールから、そしてまあちょっとだけ FIFA やってた期間に僕のことを知ってくれた方は、ぜひ今後もね、動画見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。最後にまとめると、グッティ、シャビが同率かな。俺は同率で強い、かっこシャビは OMF で使いたい人のみ、うん、そうじゃなければグッティの方が万能なので、グッティ1位、シャビ、グラウディオラは絶対追っかけなくていいです。ありがとうございました。